どっちが先に置いたかによってだいぶ話変わってくるに対する一般先生たちの反応集。書き置きバトル。すごい牽制だ。一種のマーキング。シャワー。ここだけ恋出席。提出期限、店主でお願いします。優香のは事務連絡だからまだわかる。シャンプー借りましたわ。完全にマウントか牽制でしかないだろ。最終的にお互い補足次第、ノータイムで直接体に貼るようになって、現代アートか、RPG のシャラ臭いメッセージ性主張してくるタイプの敵みたいな見た目の、先生になっててほしい。台本置いておきます。アコ。シャーレで縄張り争いすな。ウサギは癒しいわね。なるほどこういう戦いもあるのか。言うか。名前をわざわざ書き残すのもなかなかじゃない？誰がやったのかわからない仕事って、確認から始まるから手間だぞ。さすが特殊部隊。やり手だな。誰が書いたか知らん書き置きが大量にあったら、もうホラーの文脈じゃん。シャーレ名物、書き置きマウントバトル。どっちが先に置いたかによって、だいぶ話変わってくる。シャーレは、キボトスイチのキャットファイトスポット。先生がいない間に遭遇してるのか。シャワー以外も借りたんでしょ。悪魔が。多分、本当にシャワーだけなのに、そう思われても仕方ないからすげえよ。狙ってますよねこれ？付箋の消費量が増えているわね。私的な付箋の使用は控えてもらわないと。ほら先生、勘違いしちゃってる子が出ちゃうでしょ。ダメだよ。私は借りる側じゃなくて、先生を管理してあげてる側だけど？勝手に戦え。メモ残し必要ないんだよな。普通に考えて。領収書云々に関しては、最悪移動した分探す手間が発生するんだから、普通に必要だろ。わざわざメモ残すようなことではないというか、どうせいつも言ってるだろって話ではある。仕事におけるどうせ伝わるだろうは、良くないし。言う必要あったかな？それ言う必要あったかな？猫にウサギ。ここには害獣が多すぎる。なんなのをここで聞けるのは、明らかに知ってるやつだけなんよ。ウサギマークと筆跡で、先生には都だとわかるが、他の生徒には誰だかわからずただ警戒するしかない。こいつ。先生、花瓶に新しいお花入れておいたよ、アツコ。桃トークでこと足りそうな内容を書き置き。先生の机が付箋だらけに。他の女へのマウントじゃないとしても、わざわざ必要のないこと書き置きして、ウサギの絵描き添えてるのが、なんかもう彼女面すぎる。シャワーは戦争だろ。最終的に、デスクがバキの家みたいに。ピザ頼んで食べておきました。暇だから非常ベル鳴らすよりはいいから許すが。時のレス。ベッドに入ってくるエロがよう。今後赤モップ以外に息吹まで増えたら、さすがに大変なことになりますね。息吹入ってきちゃったら、ベッドで一なことできないじゃん。三人でやるが？三人に勝てるわけないだろ。バカ野郎お前、私は勝つぞ。いろは、息吹、アリス、うぬら三人か。直前のイベントで悪ガキ要素も加わったのなんなんだよ。領収書は、整理してあります。追加でピザ頼んで食べておきました。お礼の気持ちを伝えるのは大切。誰か悟られないように、名前書いてないのがもう悪い。ピザ頼んで食べておきました。こいつはこういうことするし、なんならそのまんま仮眠室で寝てる。これを見た猫が両方とも片付けない？宮子はともかく、優香の方は来れなかったら、いつの間にか領収書整理されてたホラーになっちゃうし。色気のないないような反面、先生との距離の近さがわかる付箋を残した優香への、熱い牽制ですね。下手したら、シャワー借りに来たら、なんか先生と仕事してる女くらいの認識だしな。私は先生の部屋のシャワーを借りましたがあなたは？シャーレ入場制限。可愛くウサギの絵まで描きやがって強い。冷静に考えたらデカすぎる爆弾だろ、シャワー借りましたわ。しかもご丁寧にウサギのマークで可愛さアピール。シャワーがなんだ。アコは毎日散歩してもらってるぞ。毎日はしてないです。一度はしたんですか？入り口で付箋とペンが高値で売られ始める。正月からシャーレに火種が増えてない？大丈夫？優香以外への牽制にもなるし、優香みたいに名前書いてないから、誰が書いたか先生以外にはわからないようにしてるし、シャワー使うの日常ですというアピールにもなる。モモトークできる以上、メモで残す必要がない。特殊部隊だから、バレないように仕掛けをして牽制をする。そういや、おまうさの作戦担当宮子だったわと思い出した。これじゃ宮子が性欲強すぎるみたいじゃん。
これ言わなくても、シャワー借りれる中アピール名前じゃなくてウサギマークだけ残すことで、名前書いてなくても分かってもらえる中アピールのダブルアピール。みたいというか、先生にもらったお肉を先生に売ります。みやこよ。先生は迫れば迫るほど引くぞ。先生、嘘だよな。昔は逆でしたね。無人島で子作りに励むウサギを見せて、先生へのアピールに使っただけなのに。繁殖しさみずぎみやこ好き。シャワー室に匂いを残していく。最初はおまうさの柿置きしかないから、ゆうかが後で柿置き残したんだよな。みやこは絶対こういうことする。机の上に置いてあったら嬉しいメモは、ゆうかの方かな。シャワーに関しては、あったところで嬉しいも悲しいもムカつくもないからな別に。中学生なら、シャワー姿を妄想して興奮するかもしれない。スマホポチポチいじくるみやこが、わざわざメモ残すのってそういうことだよね。マーキング。牽制。初対面のツンいじられても、あの時はそうでしたがでひるまないイメージがある。先生のワイシャツ乾きましたのでお返ししますね。水着の下は見つけたので持ち帰りました。裏は花子。こういうことするかしないかで言えば絶対する。早瀬さんも月雪さんもあまりあの人に関わらない方がいいわ。あの人結構ズボラでしょ。私がそう決算しないとほんと毎月大変みたいで。エアプマルダシの葵やめろ。葵がリンちゃんがやりきれない仕事シャーレに持ち込んでんだよ。まあ確かに、県政以外でわざわざメモ残す理由ないな。みやこが書いてる最中に、ゆうかが来たと考えると怖いよね。お主ら桃トークはどうした？領収書周りの話は桃トークで見ずにスルーされたらまずいから、付箋で残すのわかるよ。みやこ？一切桃トーク見ない先生もいるから。お礼なら桃トークで言えば済むから、余計にマウントだこれってなる。ゆうかもみやこもいい子だから、対話ないよ。いおりは別腹。これかずさに見られなくてよかった。先生は桃トークためがちだから。シャーレかい、今から1時間後先生を襲撃しに行くぜ。はぬままことです。例の顔。知らぬいかやです。これで過去おじが爆破しに来ることになるのか。ダメだった。シャーレって鍵とかついてないの？普通に入れる。でもせっかくならインパクトのある初対面がいいですよね。ブリーチクリアします。正しくはセキュリティは存在する。ただ先生は生徒にはフリーパスにしてる。ただセリナは素通りしてる。これやった生徒該当者2名いるんだよね。怖くない？アカネにやられて2度目だから、大して驚かなかったのマジでひどい。生徒が駆け込めるよう意図的に外してる。その上でパスワード PC に付箋付け。悪意のある生徒が、先生の PC をハッキングしたらどうするつもりだったんですか。遺書を読むことになる。庭は、ちいちゃんの絆でめちゃめちゃ怒られたやつだ。ブリーチングを開始しますかチッカチ。悪魔がが、ゆうかはゆうかって書いてあるからそうだろうけど、シャワー借りたのはみやこかどうかわかんないじゃん。なんかこううさぎが好きな生徒かもしれないじゃん。ゆうかのやったことは名前ないと先生誰がやったかわからないけど、これだけ親密なことしてて、名前なしでも先生に通じる情報で攻めてるんだよ。さきは直接お礼言うだろうし、萌えは桃トークで言うだろうし、みやこは絆で壁爆破して突入してくるよ。本棚とベッドの下あさって帰る。透き通るような世界か？これが。この透き通る世界、やたら不純物多いのは割と今更だろ。そんなザルセキュリティなのに、フォックスは爆破してきたのか。オンラインで変なことしてくるやからは、先生の知らないとこで、どっかのミレニアム星がお礼参りに行くだろうし。まあ先なあのペカーって笑顔でお礼言うだろうな。あまりにも PC 周りがズボラだから、ちいちゃんが定期チェックに来てくれる。そもそもシャーレは、生徒が常駐することを想定されて作られてそうだし、シャワー使われたりするのは本来の用途なんだろ。普通に使ってるなら、いちいちメモ残す必要ないじゃん。先生のせいだよ。有価的には、謎のウサギメモの女になるのか。まあ、どうせ生徒の誰かでしょうねと思うのが基本で、さすがに時まで入り浸ってるとは考えが及んでないだろうな。シャワー浴びて出てきたところに、鉢合わせたことあるでしょ絶対。ラビット正体のマークがね。常時監視してるストーカー何人いたっけ？ベリタスというかミレニアム率が高い。カズサも監視してる疑惑追加されて、だいたい4人くらい？先生の机は果たし合い上置き場じゃねえぞ。ゆうかがどれくらい頻繁にシャーレ来てるかよく知らんけど、1回くらい風呂上がりのこと遭遇はしてそうだよね。
付箋でアピールしていくような奴に、シャワーを借りる中ということを示しつつ、ウサギのイラストを署名代わりに使うことで身バレを防ぎながら、先生だけにから借りたのは誰か伝わるようにする、いやしか特殊部隊小隊長。カズサ、コタマ、セリナ、あと誰だ。なんか増えてる。セリナとコタマと深夜徘徊してるカズサは、間違いなく監視してる。ひまりも暇つぶし程度にセキュリティ覗いてるだろうね。そんでちーちゃんチェックの時に、明け透けに痕跡が残ってて舌打ちする。カズサは夜フラッと現れて、電気ついてるか見て判断するくらいの可愛いもんじゃん。優香の下にまとめて2枚青と赤あるから、の後小雪も来たことにしていい？バラで3枚置かず、クリップでまとめてるからセミナー3人だろうな。やはりセミナーは家族。セミナーは姉妹。はよ帰ってこい長女。いない間にベリタスとパジャマパーティーの計画立ってるじゃねえか。これ付箋先にどっちが残したかな。どっかに、円周率めっちゃ書いてあるだけの付箋とか貼ってありそう。人情沙汰にならないのすごいよねこの一室。先生が気がつく前に、どちらのメモもゴミ箱シュートする気境。何かしらメモが残されてたことに気がついて、勝手に不機嫌になるカズサ。仕事のお知らせ捨てられるのはさすがに困るよ。先優香だと思う。シャーレも元わちゃわとセキュリティがあったんだ。でもなぜかパス突破したり爆破されたり、どこからか侵入されたりして、金が余計にかかるだけだとわかったんだ。イズナは外出時に尾行するだけなのでセーフ。まるで先生の PC、勝手にパスワード突破して、万が一のための引き継ぎ用の遺書読んでそうな生徒がいるみたいな。自分がゲームやってて、最初にシャーレ爆破してきたのはアカネだったな。先言うだと思う。は？一向に先宮ですが。まず宮古メモが先で、ノートパソコンの前に置いていた。その後の優香が来て、宮古メモをどけて自分のメモをこの位置に置いたとかどうです。常時ではないが、227号のやべえ女も先生無許可で覗き見してる。もう直接戦って決着つけろ。外でやってね。なるべく遠くでね。先宮ですね。VS。時間無制限電流爆破かなーみマッチファイ。先生、終わってない仕事がたくさんありますから、まだ休んじゃダメですよ。キボトスにまで来ないでくだち。猫もウサギも太もももいるし。シャーレは動物園か。はい。